見終わるために見てんだよ。なんだよ、本当にそう思って言ってんのかよ。でもジムジャムシュが一番好きっていう人ってさ、コーヒー&シガレットあげる人がめっちゃ多いじゃん。そう、俺ちょっとそういう人ね、あんま信用できないんだよ。あら、ありがとうございます。おませ最強推しウィーク映画編ということで、うえー、ちょっと何何暗いな、確かに。これ何、おませちゃんブラザーズが一番好きなものを語っていこうっていう企画なんですが、うん、映画編今日は矢崎ということで、おい、その矢崎が一番好きな映画、うわー、知りたい、ナイトオンザプラネットということで、あら、あ、そうなんだ、あの暗さにさせていただきました。だからかー、洒落てるねー。いや、あのさ、この企画が始まってさ、うん、好きな映画言うの恥ずかしいみたいな、恥ずかしいよね、話ありましたじゃん、はい、でも俺もう好きな映画ってもう決めてあって、それを決めたのがあの大学生ぐらいで、最初にナイトオンザプラネット見たのは高校生ぐらいだったんだけど、その時あんま引っかかんなくて、うん、で大学生でなんか改めて見て、なんかめちゃくちゃいい映画じゃんってなって、でしかもちょっとおしゃれだし、ナイトオンザプラネット好きって言っとけば、そうですね、もう絶対もうこれにしますって決めてたら、今年の頭かな、うん、ちょっと思い出しただけっていう映画があるんですけど、はい、あの伊藤沙莉さんと池松壮亮さんの、まあ伊藤沙莉さんがタクシードライバーで池松壮亮さんとカップルなんだけど、その二人がこのナイトオンザプラネットがめちゃくちゃ好きでっていう設定の映画なんですよ。そうなんだ。そうで、その主題歌をクリーパイプが歌ってて、ナイトオンザプラネットっていう曲なのよ。あ、もうそのまま。そう、まあ尾崎世界観さんが出てるんだけど、その映画にも自分で主題歌も歌ってて、どうやらその尾崎世界観さんもナイトオンザプラネットがめちゃくちゃ好きな映画らしいよ。あー、ってなって、うわ、確かうわ、ないやつだ。いやいや、なんていうの、尾崎世界観憧れの。そうなん、嫉妬なんだよねこれ。尾崎世界観さんってなんか正直いけつかないと思っちゃってて、でもそれは俺のやりたかったことが全部やられてしまっているって尾崎世界小説も書いて、小説も書いたり、そう、執筆活動もしたり、音楽活動でも売れてて、一番かっこいい、あの売れ方。嫌だよね。でも書いちゃダメだからね。そうで、その嫌だなっていうのを跳ねのけてまで、やっぱり一番好きな映画ですっていうことで今回ちょっと。そうなんですね。じゃあマジのやつ。マジで好きだった。なるほど。なんだかんだ。ということで、ナイトオンザプラネット見たことありますか、お二人は？あります。さすが、やっぱ名画ですからね。そうだ。名作ですから、まあ1991年に制作された、まあ現代はね、ナイトオンアースって言うんですけど、でこれがね、すごいいい放題だな。って思った。確かにそうだね。そう、これなんか日本人受けもしつつ、すごいナイトオンアースってちょっとなんか地球のドキュメンタリーみたいな。そうだね。このナイトオンザプラネットにすることでなんかおしゃれな映画感が出て、確かに、もうバス男とはえらい違い。出たよ。一生言われたから。そうそう、とかバス男の現代知ってる？ナポレオンダイナマイト。ナポレオンダイナマイトね。めちゃくちゃかっこよくない？かっこいい。それがかっこいいの。かわいそうに。これはね、だからすごいいい放題だなって。それも含めて俺すごい。結構珍しいパターンだよね。で、監督は今としてジム・ジャームシュしたんですね。まあ、コーヒー&シガレットとか、オニラマゼ・エフタライブとか、まあ、これジム・ジャームシュがまずめちゃくちゃ好きで。そう、ジム・ジャームシュ自体もすごいオシャレだから、そのオシャレの憧れもあるんだけど、ジム・ジャームシュが描くね、俺夜がすごい好きで、そもそもオニラマゼ・エフタライブっていうのがすごい吸血鬼の話なんですけど、ずっと夜なの、この映画とかも。すごい静かで、冷たいんだけど、儚いというか、なんかロマンチックなんだよ。そういう夜の描き方がうまいなと思って、ジム・ジャームシュ。ほてってるのね。なんかそう、冷たいのにほてってるの。そう、その感じがすごい好きで。でもジムジャムシュが一番好きっていう人ってさ、コーヒー&シガレッツあげる人がめっちゃ多いじゃん。そう、俺ちょっとそういう人ね、あんま信用できないんだ。あら、ありがとうございます。そう、コーヒー&シガレッツもジムジャムシュの作品で、コーヒーを飲む喫茶店で話してる会話劇のオムニバスじゃん。このナイトオンザプラネットっていうのも世界中のタクシードライバーと乗客のオムニバス形式になってるんだけど、そのジムジャムシュのオムニバスといえばコーヒー&シガレッツあげる人確かに多いんだけど、コーヒー&シガレッツってさ、要は目的なく喋るじゃん、喫茶店って。その感じがそこまで好きじゃなくて、僕は、ナイトオンザプラネットは乗客とタクシードライバーだから、目的地に向かってそこに送り届けるっていう目的があって、一応会話が成り立ってる。その感じはね、すごい好きなんですよ。まあロードムービーみたいなもんですね、要は。まあそうだね、確かにね。そこで終わっちゃうもんね、関係もなんなら。そう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 、この絶対に一応一夜な感じとかも含めて、そういうのが好きなので、僕はナイトオンザプラネットが一番好きなんですけど、はい。まあ先ほど言ったようにね、このオムニバス形式になってて、ロサンゼルス編、ニューヨーク編、パリ編、ローマ編、ヘルシンキ編と5編からなるタクシーの中での話です。じゃあなぜ矢崎が好きなのかっていうのをちょっと話していきたいんですけど、その前に映画見る目的なんですか、お二人は。うわ、キモいこと聞かれ始めたら本当に嫌だね。何のために映画見る。他人の人生を生きる。ああ、なるほどね。いろんな人生を見れるってことですね。まあそうだね、疑似体験、疑似体験したり、いろんな人生を覗き見にできるみたいな感じだよね。まあ俺もだから似たようなもんなんだけど、映画を見終わるために見てんのよ。うわ、なんだよ。本当にそう思って言ってんのかよ。あの、そう、本当に思ってる。あの、小説とかもそうなんだけど、その映画の真っ最中っていうより、俺映画を見終わった時の満足感みたいなのが一番好きなんです。余韻だったり。余韻だったり。確かに。っていう意味で、やさに推しポイント丸一、オムニバスであるっていうところなんですよ、まず。
この映画がね。オムニバスって要は短い話がポンポンポンってあるんですけど、ね、何回も読後感を得られるっていう。ああ、なるほど、ね。一つの映画で。そういうこと。一つの映画で。特殊だな、それ。それはたくさん味わえる。意外と特殊な楽しみ方ですよ。読後感たくさん味わえるっていうのはすごい。だし、ちゃんとオチがある、全部に。だから全部を通してみて何かが分かるっていうよりは、もう各編ごとにもうちゃんとオチがあって、その読後感バッチリあるんだよね。退屈しないで見れるし。僕的にはもう最高のフォーマットなんですよ、オムニバスっていうのは。長いの嫌いなもんだよ、そう、長いのがとにかく曲もそうだし、もう長いのあんま好きじゃない、正直。いいんだろうな。そう、そういう意味でも、オムニバス最高だよね、っていうので、まず好きです。推しポイントその2、うん、会話劇であるってとこなんですけど、これもちょっと僕が映画を見る上で大事にしてるポイントでもあるんだけど、うん、なんか派手なアクションとかすごいド派手な演出とかを見に行くってよりは、個人的にはなんか会話で人間性がにじめてたり、うん、その出会いとかによって変化する人を見るっていうのがすごい好きなのよ。っていう意味でもうこのナイト・ザ・プラネットはもうそれこそほとんど車中だけ、うん、この映画通してずっと一組とドライバーの話だけで成り立つ映画なので、もう本当に会話劇だけなのよ。もう個人的に最高だよねっていう。で、言葉一つ一つもすごいユニークで皮肉めいてたりもして、で、特にね好きな二つありまして、おい、シュラマンっていうセリフどこだ、シュラマンっていうセリフがねめちゃくちゃいい、うん、これが特にですね、 LA 編で出てくるんですけど、一番最初のセリフか、そうそうです、うん、LA 編といえばウィノナライダーですね、こちら、うん、もうジャケットにもなってますが、いい、もうね、だから男は二つに分かれるんだけど、あのレオンのナタリー・ポートマンが好きっていう人と、ナイト・ザ・プラネットのウィノナライダーが好きっていう人二つ分かれる種類しかいない、それ2種類僕はもう絶対ナイト・ザ・プラネットのウィノナライダーって言ってるやつの方が好き、あ、うん、分かる、同じ代より広瀬すずだろ3種類いるだろ、そこに入ってくんだよ、入ってくるわよ、いや、まあ、手ぐらいね、すごい魅力的なキャラクターなんですよ、あ、最高、うん、車の整備士を目指しながらタクシードライバーをやってる、ガサツというか、もうガム常に噛んでる、タバコをもう常に吸ってる、はい、ファッションとかも気にしませんみたいな、かっこいい女の子で、そこに、まあ、ビバリーヒルズ、まあ、いわゆる高級住宅街ですねに向かう映画のキャスティングをしてるらしい、仕事してますみたいな感じの大人の女性、たっけー服着て、ハイヒール履いて、ワニ側のカバン持っていうので始まるのが LA 編なんですけど、対比というかもうマジで真逆の二人が喋り始めるんですけど、ディナ・ローランズがあなたタバコ吸いすぎよってずっと乗せながらもずっとタバコ吸ってっから、シュラマーンとかもうなんか、はいはいお母さんすごいなんか舐めた感じで、もう最後まで行って、あの結局女優にならないかって誘うんだよね、うん、このディナ・ローランズがめちゃくちゃ強いなこの女と思って、でっていう話なんですけど、最後にこっちのディナ・ローランズがタクシーを見送りながらシュラマンっていうのがめちゃくちゃかっこいい、あージーナ・ローランズの方が言うんだよ、そっちのセリフだったか、そうそうそう、それがねすごいユーモア、おしゃれ、めちゃくちゃ、そうだね、全く正反対だけど、なんか女性の仕事に対する信念とか強さの部分だけで共鳴する二人みたいなの描き方がねすごい上手くて、とりあえずねもうこの二人の俳優力がめちゃくちゃ強すぎて、それだけ見せてくれる LA 編がまずめちゃくちゃ好きです、はい、マジ会話劇上手い人ってさ、どういう飯食ってんの、何食ったら、あと誰と喋ってんのっていう、一覧ではないだろうね確かに誰かと喋りながら飯食ってるな、仕切りはないだろ、確かに確かにで、さらに僕のもう一個好きなニューヨーク編ではもう名言が出てくるんですけど、あのそういうことをちょっと思い出しただけでも使われてたんですけど、うん、お金は必要だが重要ではないっていう、うん、これめちゃくちゃいい言葉だなと思って、それが分かるのがニューヨーク編で、ニューヨークの街で黒人がまず乗車拒否されてますと、でそこに東ドイツから来たばっかりの、映画も片言で運転もめちゃくちゃ下手くそなタクシードライバーが来る、で結局でも運転下手くそから変われっつって、黒人がもう運転しだしちゃうっていう、あまあこれとかちょっと深く考察したら多分いろいろあるんですけど、それでなんかお互いジョークバカにしながらもすごいあったかい空間になる、その車内がすごいいいよね、あったかい空間になって、でまあ途中家族とも乗ってくるんですけど、で結局送り届けてとかも自分で運転して最後ついて、でそこでニューヨークの厳しさを黒人が教えるために、お金を支払うところで13ドルだけど12ドルだけ渡して、で数えないから東ドイツから来たばっかりのいい運転手は、でちゃんと数えなっつって、ほら12ドルしかねえだろっつってピッて渡して、まあでもお金は必要だけど重要じゃないからっていうのがめちゃくちゃいいセリフで、でしかもその後ね、その二人を下ろしたらすごいあったかい子があったのよ、言ってしまえばニューヨークでのけ者にされてる二人で、またニューヨークの街にめちゃくちゃ下手くそな運転で繰り出していく、この都会の孤独感みたいな、そのあったかさと孤独感みたいなギャップがねすごい上手くて、もう好きだよねっていう、街のね特徴だよね、そう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 、その感じも出ててすごい良い、まあ全部いいんだけどね、ちょっと長くなんで割愛しますけど、パリ編とかめちゃくちゃ風刺聞いてるし、いい童話みたいな話、
みたいなのが。で、ローマ編は、狂筋すぎる感じと、ちょっとブラックな感じがあったりして、なんかいい落語みたいな話。で、最後ね、ヘルシンキ編で終わるんですけど、このね、ちょうど同じ時間で描かれてる。要は、LA で7時だったら、こっちが朝3時ぐらいみたいな。話は全く繋がってないんだけど、ちょうど同じ時間に、この物語が起きてたんだっていう繋ぎ方。で、ヘルシンキ編がちょうどだから夜明けの話になってて、で、ナイトオンザプラネット。おい綺麗っていう。そういう意味での構成はすごいいいなっていう、オムニバスの中でもね。そういう繋がり。うん。されてんなぁ。で、最後、推しポイント3。さっきもちょっと、LA 編でも触れたけど、その小道具とか、ファッションとか、がめちゃくちゃ秀逸で、もうそれだけで、その人の生活がもう見えてくる。さっきのそのビバリーヒルズの人とかも、あ、こいつそういう生活してんだなっていうのは、すごいファッションと小道具だけで見えてくる感じ。そのね、秀逸さとか、まあキャスティングもなんか、本当に現地の人を全部使ってるらしくて。あ、そうなんだ。だから、鉛とかもなんか、ちゃんとしっかりしてて、この街と生活がリンクしてて、より鮮明に生活感が映るっていう。そういう細かいところまで切り配って、文句の隙ありますかって、完璧だろ。完璧だろ。理論武装がすごいよ。ああ、そうだな。空の目も言わせねえぞってやつ。一番いい映画。いや、でもただのおしゃれ映画だろ。いや、違うんだよ。作ってんだよって言われたらどうしてたの。いや、オムニバスだから退屈しないよ。面白いよ。オムニバス、便利だな。面白いよ。どっか言われたら、いや、LA 編は、とか。そうそう、それもできる。そう。いろんな引き出しもあるからね。めっちゃおしゃれな人が集まるとこでも言える。ああ、まあでも言っちゃうかな。そこだったら、いや、結局ナイトオンザプラネットなんですよねって結局。魔法の言葉が結局出ました。そうなっちゃいますね。いや、めっちゃおしゃれな人も好きだから。確かにね。ってことで、僕は結局ナイトオンザプラネットが好きです。ったわ。動画を最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録や SNS のフォローもぜひよろしくお願いします。矢崎さん、タクシーあるある。タクシー運転手が、こういう道、なんとか通りって、なんとか通りに、のとこで曲がっていいですかって言われた時に、全然わかんないけど、知ったかぶりして、あ、全然それで大丈夫ですって答えちゃいがち。あー、そうですね。それ、Google マップでチェックするんだよ。そうそう、そう、走りながらね、ちゃんと大丈夫かなって、そう。